赤木俊介のこれをくらえ、サクソンの赤木俊介です、4月日曜日、たくさん出てくださっている方はこの方です。のとみむぎさんです。みぎさん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、このラジオはサクソンの話題を中心にこれをくらえという内容を取り上げておりますが、日曜日はちょっと短めのラジオを投稿しております。よろしくお願いします。はい、今日ちょっと練習について話したいんですけど、うん、1日でも今どのぐらい練習します？練習ってきっかり思ってやってるのは1時間とかくらいになっちゃうかもしれません。あーそうっすよね。いやいや、でもそれ学生の頃はね、この時間の暴力で解決できるもの、そうそうそうたくさんあったんですけど、口にね、歯型ががっちりできながら8時間とか吹いてたもんね。でまあ、ちょっと今さすがにね、麦、うん、さんは特に家庭もあるし、あ、いや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 、お互い生活もあるからね、いろいろ、いやいやいや、そうそうそう、なかなかその学生時代のようには難しいかなっていう感じにはなるんですけど、うんうん、私自身はこのいろんなお仕事させてもらいながら練習していく上で、この隙間の時間の練習って結構上手くなった認識があるんですよ、自分自身で。でもなんか同じようなことって感じません？な、練習方法変わったりとかしましたよ。練習方法はでももう学生の時とは全然違うよね。あ、なんだろうな、体育会系というか頭を使わない練習をしてたんですよ。はいはいはい、大学の時はもうそれこそノルマというか、うん、ルーティーンみたいな感じ。まず朝一で部屋を取りで、スケール練習ってで、まあ、僕らは言うんですけど、その音階ですよね。音階、はい、登ったり降りたりをいろんな調でやるっていう練習を、まあ、ルーティーンみたいにまず最初にやって、で、うん、その後にエチュードって言って練習曲の本があるんですけど、はいはいはい、むずいんだよねそれがね。それをいっぱいやってで授業にまあ間出たりしながらも、今度はそのメインの曲、まあ、レッスンで持ってく曲の練習をやって、うん、合奏の授業の曲が難しかったりとか、それの練習をしなきゃいけなければそれもやってみたいな感じで、1日がね、うん、あっちゅう間に終わっちゃうんですよね、それでも。いやー、そうっすよね。だから練習のね、時間は結構やってたと思うんですけど、はい、今との比較で言うと、新しいことを覚えたいとか、はいはいはい、っていうのにはあんまり適してない方法だったかもしれないなと思っていて。あ、なるほど、うん、そもそも新しいこと、まあ、例えば音色を手に入れるとか、はいはいはい、まあ、例えばフラジオってすごい高い音を当てるとか、うん、速いタンギングみたいな練習の時間がその中に割かれていないんですよ、はいはい、思い立った時にちょっとやったりはするんだけど、あ、でもスケールやってないから今日のスケールをまず終わらせないとみたいなのが。あ、なるほど、まあ、完全にその日課のなんて言ったらいいのかな、まあ、まあノルマか。そうそうそう、ノルマになっちゃってるんですよ。そうなるとそのノルマの間もそのこなして満足しちゃう、うん、その同じスケールでも質を上げようっていうふうにはあまり当時の僕はなってなくて、うん、そこを考えて例えばいい音色で全部やろうとか、その、うん、自分で課題を見つけたり、そのちょっと頭使うやり方でやったらもっと早く上手くなれたんじゃないかなって今は思いますけどね。うーん、なるほど。でもなんか私も結構似たようなところあって、この3時間だったら3時間、うん、わかんないですけど、その時間は適当な数字で大丈夫なんですけど、うん、確保できたらそれで満足しちゃってるようなところはあって、やっぱり なんだろうね、なんかその自分の安心のために練習してるみたいなところはあったからね。ありますよね、そのなんか結果が出てる、その、うん、じゃあ具体的な成果として、うん、まあ、もちろんその短期間でね効果出る練習ばっかりじゃないからあれですけど、うん、まあ、でもその3時間なら3時間練習した結果自分がどう変わったのかは置いといて、うん、とりあえず3時間やるみたいなのはそう過去よくあったなと思って。そうそう、結構その何かその、まあ、技術習得だけじゃないかもしれないんだけど、うん、自分がそのどうなりたいか、また練習によってこのどこが良くなったかっていう観察する目みたいなのが欠けながら、その視点がない状態で練習すると、まあ、体は覚えていくんだけど、やっぱりあまりトレーニングになってないような気がしていて、はいはいはい、つくのはスタミナだけみたいな。いやいや、まあ、スタミナもまあ、うん、大事ですし、うん、まあ、それね、がむしゃらの練習ね、もちろん否定したいわけではなくて、そういうのが必要な時期っていうのは絶対あると思うので、赤木くんは優しいから、僕はちょっとこう
トゲトゲした感じになっちゃうけど、やっぱりどう成果が出るかを考える練習をした方が効率いいなって後々気づくんですよね。私の場合はもう完全に皮肉にもその練習時間が減ってくると、うん、もうトータルでこう100時間かけたいみたいな感じになってたとしても、うん、別にもうその100時間の確保ができなかったりするわけじゃないですか、うんうん、そうですよ。さあまあちょっとごめんなさい、もう今100時間とかもう結構ちょっと適当な数字言ってるんで、うん、なんとなくで想像してほしいんですけど、うん、でそうなってくるとやっぱこう優先順位をつけて、うん、倒していく。いや、わかんない。芸術はこれでいいのか問題出てきますけど。うん、まあでも、その締め切りまでの期間と、うん、その、私が考えてる、その技術的な問題と、その実現したいことっていうのは、うん、トータルで組み上げて、うん、もう優先順位をつけて、倒していくっていう形になったかな、うん。でも結果それで質が上がるみたいなことってあるんだよね、不思議と。いやそうですよね、まあ、明らかにこう練習時間、うん、まあでもそれ経験値が溜まってるからっていうのはある、ね、うん、あの要素としてもしかしたら大きいかもしれないですけど、うんうんうん、もちろん、うん、やっぱりそう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 ですね、質上げていくのがいいのかなと思います。やっぱりそうコロナになってこう割と練習時間確保できるようになった時に、うん、なんかこう昔との対比みたいなのが、うん、なんとなく自分の中であって、うん、おもろいなと思って、そう今日のこのラジオのテーマになってるんですけど、今って練習するその順番、例えばスケールからやりたいみたいなのって決まってる？決めてる？あ、割と決まってますね。あ、本当。でもそのずっと固定じゃなくて、うん、その何かしらテーマになることがあって、うん、で最初のその何分かは分かんないです。その日によって変わるんですけど、大体それこれとこれとこれは練習するみたいなのはありますね、やっぱり。うんうんうん、今はね、あ、まあ決まってるっちゃ決まってるか。自分の場合だと、新しく覚えたいことを一番最初にやるんだよね、まず。おお、はあ、はあははあ。まあなんか例えばアドリブで使いたいフレーズをちょっと手癖として覚えたいんだったら、もう、はい、あのスケールやらずにまずそれみたいな感じでやって、そうすると、まあ、それだけは毎回毎日やるので覚えていきやすい。で今までやった練習が時間の時にやって、あ、なまっているかもしれないってなったら、そこでやっとこう。まあ補習じゃないけど、少し足して練習したりするのと、新しくやりたいことの、まあ前、まあ、前後か前か後くらいに気持ちよく自分が吹ける状態をチェックする。それはリードだったり、わかる、はい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 いや、わかる。好きな曲普通に吹き散らかしてるだけに見えるんだけど、楽に吹けてたり、コントロールが効いてるっていうののチェックがそこには含まれていて、うん、まあね、調子に乗って、あ、楽しい楽しいで終わっちゃうことも多々あるんですけど、うんうん、それがなく、なんだろう、それをやるようになってあまりスランプっぽいのにはならなくなったので。おー、なるほど。いや、練習ルーティンとしては多分我々真逆ですね。あ、そうなんだ。そう、私はやっぱその昨日できてたことをちゃんと確認する時間が一番最初にきます。ちょっとウォーミングアップした後に、その昨日までできていたことがちゃんと今日もできるかっていう確認する時間。今だったらその、音程の取り方であったりとか、うん、その音色の作り方とか、うん、そのアンブシュアのあれこれみたいなのが、それ最近の自分のトレンドなんですけど、うん、練習そうそう、うんうん、それができてるかどうかを一番最初に確認して、それから新しいことやるって感じですかね。ああ、その新しく覚えたいことが毎日変わるのであれば、そうだ、だけど、その、まず習得する1年、あ、1年じゃない、間違えた、1日で習得できるもんでもなくて、こう、例えば1ヶ月使って習得していきたいことっていうのの中に、自分の場合は、その赤木くんみたいなのは、ちょっと含まれているかもね。昨日ここまで頑張って、ああ、まあまあ、まあまあ、ここまではできるようになったと。もう少し、じゃあ、はいはいはい、その新しく覚えたいことを、じゃあテンポアップしてみようとか、うん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 、っていう風に、その新しいこと時間には含まれているけど、うん、ちゃんとその定着してるかの確認は、まあ、意識するしないにせよ、大事にやってるかもね。うん。
そうっす。今我々こうやってなんかちょっと、うん、あ違うんじゃないの、我々やり方違うんじゃないのっていう風な展開をしてしまいましたけど、別に蓋を開けてみたらやってること一緒説もあったりするじゃないですか。そのあ、そうそうだね、そうだね、そうそう、個人個人の認識がちょっとだけ違うだけで、うん、そのいや結局やろうとしてることは一緒だったみたいな、ちょっと順番が違うだけだったみたいなのは大いにあり得るかもしれないんです、うんうん、あれですけど、どちらにしてもそのノルマ練習すること自体があの目的にはならなくなったっていう風には思うんだよね。ああ、そうですよね。ちゃんとその、うん、まあ、逆算してなのか、うん、だからそのこのフレーズを使いたいから練習するっていう、このフレーズをなんか、まあ、周りから見たら同じように繰り返し練習してるだけかもしれないけど、うん、その意味付けがちょっとずつ変わってきてはいるっていうところなんですかね。なんかいろんな吹いてる人を見るとあんまり練習してないけどなんか上手だよねみたいなお友達とかがいた場合っていうのは、あ、その効率そうですね、って言ってもその考えながら短時間で練習している、何を得たいのかっていうのが、うんうんうん、やってる場合があるので、もしその、うん、そういう人が周りにいるんだったら観察してみると面白いかもしれないですよ。いや確かに、まあでもそうですよね、この人のやり方そのままパクるっていうのは、うん、結構その上達においてかなり有益であることは多いと思うので、うん、まあやり方合わなかったらやめちゃえばいいしね。あ、そう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 、でこうなんかぴったりくる先駆者を探して、うん、そうそうそう、いろんな人のやり方を特解引っかいして、うん、試していくっていうのは確かにそれは非常にいいやり方かもしれないですね。だって我々も結局特にそのクラシックとかの側面に関しては一応その師匠の真似をするところから始まって、うんうんうん、まあ、その楽器の吹き方であったりとかっていうのもその師匠のエッセンスをこう吸収して、うん、まあ、吸収しきれたかと言われるとうんっていうところはあるんですけど、うん、まあ、ちょっとでもとか気持ちだけでもっていうところはあるね。そう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 とかっていうのはあるので、そういうのでやっていくのが良いのかなと思います、うん、ありがとうございます、はい、はい、というわけで、まあ、今日ちょっと練習方法、お互いの練習方法についてふんわり話していってっていうような形でございました、本日のゲストはノートミムリさんでした、今後のラジオの予定は概要欄に記載しておりますので、まあ、よろしければまた聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。ムギさんもありがとうございました。ありがとうございました。